しい名前つけた。きっと空くらい輝いてて、触れようと手を伸ばしてみた。一番眩しいあの星の名前は僕しか知らない。ご視聴ありがとうございました。令和ミュージックボックス編集担当の原田家専務です。プラネタリウムいいですよね。私の住む宮崎にもプラネタリウムがあるのですが、なんと世界で5番目に大きいそうで、なかなかの見応えです。宮崎にお立ち寄りの際はぜひ足を運んでみてください。来週はアクアタイムズの決意の朝にをアップ予定です。お楽しみに。